がとうございます。ちょっと価格違うんです。今日はこっちの画角、カレンのお部屋がめちゃめちゃ綺麗になったので、どんな画角でもいけます。どこでも映せますね。はい、映せます。こっち側はもう全部綺麗ですね。下も綺麗です。あとこれは映さない。この後ろの棚はあのファンの人からもらったイライラです。お花とお花、お花なんか公演デビューとかのやつとか、お花とか、あの生誕祭の風船と風船とか、あと横断幕はちょっと片付けちゃったんですけど、すぐ出せるそこに入れてます。部屋が部屋を片付けた私ですね。特に後ろの後ろの棚を、後ろのこの辺を片付けたんだけど、まあ見えません、見えないけど片付けたよーってことですね。ジェネラル好き、ほんとありがとうリサキのいつのライブ中？そうだった、いつのライブ期間でしたね。スコップがエンドロール全然ちょっとしか教えてないよ。スコップがね、すごくほとんど正確に覚えてきてました。即興劇の練習とかないです、全くないです。本番です。あ、9時までなの？10時までとかあるのかと思ってた。クククク、エンタエンタメライブの前に14か、14ってなんかあったよな。そこ降りたけ、レンレン17？ いつのライブ17だっけ。17ってなんかあったよね。逆上がりだ。13、14、17ってあるよね。逆上がり、部屋片付けたんです。偉いです。とてもとても綺麗で、とっても気持ちがいいです。長編アニメ見つかった？見つかってないけど、進撃とかね、よくねメンバーとかからもいいって聞くんですけど、もう結末とか知っちゃってるし、途中まで見たし、なんかちょっと怖いし、別にしよう。
17ライブ10それだったの、なんかあるって14日8時から逆上がりの後だから8時から行ってきるかな。なちゃん卒業公演、あ、もう登録とか出たんですか、おめでとうございます。あー誰がね当たったのかな、みんな当たってるといいですね、おめでとう。違うとこ配信してるみたい、ほんといつもと違うからね。ファンからしたらこれは見て、本当？もっとビッグになれるように頑張ります。王様ランキングじゃあに読んだことの転生したらそれね気になってるね、どんな物語ですか。くーこの前別れのお見送り楽しかった、本当？やった、嬉しい。私はゴールデンカムイ、ゴールデンカムイも聞いたことある、なんだっけ、カムイとか聞いた、森林カムイってしかあれじゃない、なんだっけ、森林カムイを思い出します。調べてみてください。森林カムイはヒロアカのキャラクター。中学はあ、マリアさん、次に言うと今日はおじいちゃんの誕生日なので、あの一緒に焼肉を食べに行きました、みんなで。でさっき解散して、さっきお別れしました。なんか私がおじいちゃんに LINE 一番だったから100円もらいました。あ、100円ある。100円。嘘だろうと思ってたら本当にくれた。綺麗な100円玉です。今日ゲーセンで花火、え、本当？みんな撮ってくれて嬉しい、お揃いだね。くー。かリレー配信さ、どんなことしてますか？普通の配信みたいな感じ？違う？誕生日、あ、そうだ、そうだね、そうだった、欲しい時計、最高、おめでとうのさ、当たったっけ、シルクマさんって当たったっけ、当たってない、ちょっと前に聞いてたかもしれない、牛乳ダメだったんだけど規制で代わりに飲み方、そう牛乳ダメなんですけど嫌だから給食の前に一気飲みするか後に一気飲みするかしてました。それかなんか近くに牛乳をいつもたくさん飲んでる人がいたのでその人にあげたり、
でも後味が牛乳が嫌だったから給食の前に飲むことがほとんどだったから、一気飲みでその後すぐなんか味の濃いもの食べて紛らわしてました。カンニバル全部読んだ。ああ怖いやつね。いや途中までしか読んでないです、怖くて。でも結構読んだと思うけど怖かったです。バイバイの宿屋焼肉のお肉、今日ね牛タン、美味しいなんか牛タンを食べて美味しかったのと、まあカルビとかロースとか、うん、全般好きですね。でもホルモンとかはそこまでかな。誕生日昨日、あっ、お祝いしなかったよねごめんね。 Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday dear 白熊さん、ハッピーバースデートゥーユー、おめでとうございます。昨日9月9日誕生日おめでとうございます。美味しいもの食べたみたいでよかった。カレーも美味しいもの食べましたし、今日も焼肉焼肉。今度また妹の誕生日が来るので美味しい、朝の話とか質問読んで答えたりとか。おお、質問読んで、え、そんなのあるんだ。牛タンといえばひなたんです。牛タン、豚タン、焼肉食べ放題とかのお店にあるタンは豚タンですか、牛タン、豚タン、でもあれも美味しい。牛タンはもちろん美味しいけど豚タンも美味しいですね。前妹の誕生日、そう、もう一人の妹、そう、あ、みんなもお祝いしてくれてます、おめでとうございます。いい一年になりますように。お好きでいてください。パーソナルカラー診断した？してないです。お金がね、結構ねかかるんじゃないかな。ありがとう。イエーイ、おめでとう。こちらこそいつもありがとう。昨日の髪型かっこよかったでしょ、こういうやつ、ね、なんかジュナイチ公演終わりっていうのが見れない人は、そう、ん？17日何かある？あるけーあるけーあるけー牛タン博多駅地下で食べてる。藤子コットコッペもよく行ってます、牛タンのお店。豚タンか、豚タンですね。
ゆいながわがまわしててみんなかわいい。ゆいなね、ゆいなとはんちゃんかわいかったね。やっぱ低いよね、画角低くない。わがままなーな。ゆいなとはんちゃんするとは思ってなかったけどびっくりした。表来てポジション表が来てびっくりしました。自分誕生日9月6日、え、お祝いしないっけ。みんなお祝いしない。まだクーラーつけてるよ。めっちゃ暑くない？外もう扇風機さえ持ってきました。え、最近アイドルも聞けてるの今。お祝いしてないよね。お祝いします。いくよ。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアどーもひろしさん、ハッピーバースデートゥーユーユー、おめでとうございます。ありがとうございます。たまゆるさんもいつもいつもいつも嬉しい。またたくさん会いに来てください。昨日も公演ありがとう、見に来てくれて。かりんちゃんのダンスは世界観があって好きよ。かっこいいんよ。ゾーン入ってみてエンドロールとか嬉しい。本当にね大好きなのね。坂上公園ケースさん好きな二の二はもちろんあります。誕生日好きなんだ。卒業の日だけど、あ、この前みゆんさん偶然会っちゃいました。みゆんさんにね会ったの嬉しかった。ちょっとどこでとかは言わないけど、いつとかも言わないけど、この前って言ったけど会ったの嬉しい。ワゴンは抱きしめられたら。いや、時刻を見に行った。あ、時刻を見に行ったの。どうだった。さっきはブランク1分。やば、ここ5回もしたの。やばいね、すごいよ。5回はきつい。疲れ。
彼が目の前の時にやけ笑いしないのにそうなの？ニヤニヤしてたよ。いっぱいシート出てきた全部カレンちゃんの分本当に嬉しい、ね、さっき大量の荷物受け取った。みんな大量大量か。カレンとの司会楽しみ。目指せ291倍。いや誰とわがまま言い先かな。福岡に行った時おすすめご飯屋さん分かんないけど、アサイとか東京とかの方があるかな。高い関係者ね、かわしい、うん、いなかったね。わがままだけは見逃せない。わがままいつするかな。全然予定はないです、ないんですけど、まあ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 。昨日ご飯お腹が痛すぎて集中できなかった。大丈夫、私は前半お腹痛かったです。フィーチと久々会った時何か話した。話したけど覚えてないですね。でもかなり久しぶりでした。まあ普通の会話です。今度またね、遊んだ時にでもたくさん話したいと思います。みよさんと一緒に公園出ました。みよさんの最後の制服の目の時に多分カレンデビューだったんですよ。制服の目なので出ましたね。芝居とわがまま、どっちもどっちも予定ないです。アサイね、今日ねアサイがあるっていう噂のお店に行ったんですけど、アサイの元みたいななかったです。ちょっと前は置いてたみたいだけど、もう置いてなかったみたい。楽しい。好きな教科は、でもやっぱり数学が好きだったけど、あんまり数学を勉強しなくて点が取れないので国語が好きですね。勉強しなくても点が取れる国語が。今月誕生日の先輩の生誕2人行きたいから、私の先輩のか個人さんの先輩のかと。ツイッターで行きたいからそこから次応募していくと思われ。あ、サッカーがいい。うるさくてごめんなさい。次一番変わってるメンバー、どういう意味で変わってる？誰がいるかな。
する日ないかな。13とか14とか。からいつかお話しします。いい意味じゃないよでもおもろい。14大阪帰り行くから初めてユニット長田です。14はあれですあれです。サカ上がり楽しかった。よかった。そうです、楽しいんです。サカ上がり本当に楽しくて涙が出ちゃう バスへの場で待っていて、誰も来ないと分かってるけど、ここにしかいられないよ。時の流れを聞かせながら天井の範囲をゆっくり回り、涙を忘れさせようとする。恋の終わりは一方的に、やる一つで行けないよ。イエーイイエーイ、遠すぎて今日も止まったまま。6期生で流行ってる話題はなんだろうね朝いいですかね。でもカレンは遊びに行きましたそれはそう。で今私が行きたいのはカラオケです。とてもカラオケ行きたい。人からに行こうか迷っているところ。バーって怖くてもないけどねいいと思うよ、全然行かなくて。バスへのバーで待ってたって誰も来ないかもしれない。いろいろ早口よね。そう、早口のロール。でも好き。冷めた月がまだから降り、悲しい色に私は染める。さよならの手がかりもなく。エンドロール見るときだけ DM を定点にしてる。そうなのねいいよね。昨日ちゃんと坂上がり初めて会えたけど半端なイケメンにハマった本当昨日イケメンだったもんね、カレンは。そう、楽しいんです、半端なイケメン。半端なイケメン、ね、殴りたくなる。月見バーガーかな。食べてないです。食べたことないです14日に東京へ行くので、やっぱり来てください。公園嬉しい。何期生からはカレンさん呼び、カレンさん呼びです。そりゃカレンさん呼びしかないかカレンレンさんよりね、カレンさんですね。人からは難易度高いのはなんだろうね。ご飯は高くないし、映画も高くないし、一人映画とか楽しそう一人何がある？一人遊園地ですかね。ダイソー似合いそう。感想に合うのはやっぱりレイヤですかね。坂上の新しい刺激って何日前にホームランの？まだ2回しか来てないからね。そんなバラバラかも。今月は怖いの少なくなりそうやから、来月は坂上で黒点とラムネ。
高いと国電だけでもいいよ。一人夢の国確かにハードル高いけど、でもね、働くじゃん。まあね、遊園地だからね、ハードル高いよね。ボーリング、確かにボーリングってハードル高そう。ボーリング自体ね、あんまり行かないし、私は。メタフランスパンに名前を持ってあげてください。いいと思います。でもそれはいい、いい。14日行こうと見るかなと思ったら昨日出たから、あー見れなさそうですね。もうあまり見れないと思います。私的にはもうないと思っている。ボーリングはもう、ボーリングね、楽しいよね。でも行きたい、ラウンド1とか。苦手かな、な、わかんない。なんか周りの人が苦手なのかな。うん？違う、周りの人が上手いだけかもしれないし。でも全然行ってないから、多分今したら上手だと思うよ。一人焼肉めっちゃ高い。確かに。でもさ、なんか一人焼肉用のお店とかあるよね。でも彼ね、いつもね、焼く担当だから、今日もね、いとこ、あ、まあ今日は仕方ないですね。いとこと、カレンとちっちゃいいとこと妹がいたから、私といとこでせっせやっと焼いてました。でもさ、焼く人ってさ、あんまり食べれないよね。悲しい。一気に食べてまた焼かないと。あ、そうだ、キンクライクだ。そうです、そうです。リン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 、リンカ焼き担当かなぽいね。でもリンカと焼き肉行ったことない。別誰ともないかな、焼き肉。え、焼き肉誰と行ったことあるかな。いとこ、ちっちゃいとこは小4かな小3かな。まあそこまでちっちゃくないですけど、私のちっちゃい妹がいますから。とこ最下の中1の妹がいますね。中1の妹にたくさん肉を恵んであげてました。食べ盛りなんで、私のご飯もあげました。食べ盛りなんて。私はあれが好きです。あれを食べた。今日はかぼちゃ、かぼちゃが美味しかった。焼きもちは焼く方です。なのでみんな見てるので注意してください。とか、私はねねね大好きなので、ねねねを取られたくないです。カレンとエネとザーちゃんで誰が白米好き。カレン炊きたての白米が大好きなので、炊きたての白米だったら何杯でも食べれます。
アルフォートブランチュールって何？ブランチュールわかんないからアルフォートかな。ブランチュール食べたい。13日のひまわり公園、東京から見に行くね。パフォーマンスありがとうございます。パフォーマンス頑張ります。長崎で一番のおすすめポイントは魚が美味しいとか、お魚くわえたたらにか、福井カレンファン会員証が欲しいです。ぜひ作ってください。作って見せてください。チュイチの妹はアイドル願望全くないです。素敵な将来の夢を持っています。いとこさんといえばそう、糸島のブランコ一緒に行ってます。いとこと久しぶりにお話しして楽しかったです。いとこはもうすぐ車の免許が取れるそうなので乗せてもらうのが楽しみ。いとこは可愛いです。ね、僕も好き。ライバルだね。ダメだよ。まゆかちゃんと仲いいですね。ねねね、それは全然大丈夫です。これもねねねにプレゼントしようかな。奇世界 LINE の奇世界。ねねね、そけない返事ね。そけないでしょ。ココちゃんは誰が好きだって言ったか、花さんとかが好きなのかな。ねねねも好き。ココちゃんは DD なの。今日目撃しちゃったのか。車あるのかな。あるよ。あります。ねえ、手に乗せたんけど、あとは彼に乗せたまま自由に行ける。行ってください。そうだね。ねえねえ、じゃなくて、LNA あと2日。15、16で2日間あるの。15、あ、15あれか。うん。楽しみ、彼も。チーカーの先が好きなのね。高上がりねね、そうなのねねと歌わり多いし、 2B もね絡みありますし、近いし、なんか明後日のミクネットやるね。そうなの、誕生日は一番絶対無理じゃん、二人ともは。僕悲しいな、二人とも一番狙いたいけど狙えないの悲しいです。 LNA はね仲良しなのでね、この前ご飯に連れてっていただきました。 LNA と来るねと来ました。楽しかった。まあ時間が少なくなってきたカラオケ行けたっけ。カラオケ、カラオケしようか。じゃあカラオケは何やったかな。
ら OK です。待って、なんかクーラーの温度、あ、やばい、高くなっちゃってた、あ、低くなっちゃってた。何の曲歌ってほしいとかいますか？なんかもう流れ節ね、歌入ってなかった。でも何があるかな。なんだっけ、キスは私か。あ、それは入ってる。一個一個ね調べつかなきゃ。歌えない。エンドロールがなかった気がする。でえ、もうないわ。セカオワのエンドロールがなかった。セカオワのエンドロール？やばい、聞いたことない。聞こう。カラコン。オーディションで歌った曲は、オーディション？何歌ったことあるっけ？Do Love は歌いましたね。恥ずかしい、頑張って練習しました。 Do Love ぐらいだっけ。歌ったのは Do Love かな。突然 Do Love Me を歌いました。それを歌うのもいいね。私は沼浜とかも歌ってみたいけど、どうですか？沼浜、沼浜ないかな。突然とか歌う？エンドロールあるよね。あった。オーバーダイモンド、わかりますけど、積んじゃったとかあるのかな。ないかも。あった。カロンケツカルに会える後編。何したから初めての浮気し、そうなの？浮気しないでね。
して行こう。欲しいものは欲しいでいいよ。浮気じゃつまらない、残り物なんて僕もない。いい人でいたいなら、その恋続ければいいだろう。本当に好きならどんな手使っても I get it。 カッコつけてたってしょうがないよ。足がしびれた。パチ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 。あ、もう終わった。ありがとうございます。足がしびれて動けない。星座じゃない、あぐら。あぐらじゃない、なんだっけ、お父さん座りみたいなやつ。やばい、足が痛い。トゥ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 、あ、聞こえます。サブで正解やった。個別ハート推しは採用されているね。カネちゃんの推し、マシしていいですか、みんなしてください。じゃあランキングを見たいと思います。あ、流れ星来た。わがままな流れ星、ありがとう。13位トミーさん、ありがとうございます。12位ウゴウゴさん、ありがとうございます。11位ゾミラさん、ありがとう。10位ほえめポップコーンさん、ありがとうございます。9位タイくん、ありがとう。8位ひしみらこうさん、ありがとうございます。7位キタさん、ありがとうございます。6位シルクマさん、ありがとう。5位バラ86さん、ありがとうございます。4位ポンポン、ありがとう。3位カネになったばかり知りないとくてさん、ありがとうございます。2位ヤマヤマさん、ありがとうございます。1位はやったー、ありがとう。今日も ありがとうございました。今日も見に来てくれてありがとう。次もまたいつか配信するので見に来てください。近いうちにする可能性はあります。普通にありますので、ぜひまた来てください。
習タイム。おやすみなさーい。じゃあねー、バイバーイ。おやすみー。